それでは今日は手びねりで小鉢を作ってみたいと思います。で使う道具ですね、手ろくろと、竹べらと針と糸ですね。であと桶に水張ってスポンジと皮です。で今日はですね、500g の粘土で作ってみたいと思います。でよくこう手びねりでお茶碗とか湯飲みとかあの小鉢とかいろいろ作り方あると思うんですけど、基本的にはね最初の粘土の量の取り方でそれが決まると思いますんで、ちょっとその辺参考にしてもらえるといいかなと思います。まずですね、大体でいいので粘土を半分にします。でこっちが底になる部分ですね。でこっちが縁になる部分ですね。でまず底になる部分をしっかり丸めます。であと縁になる方ですね、こちらを紐にしますね。最初少し手でこう細くしてですね、でこの時ここに空気入らないようにですね、で少しずつ伸ばしていきます。でこの時の、ね、伸ばすコツはですね、こうね、粘土を転がすようにしてあげるときれいになるんですね。で慣れないと、ね、結構扁平しますんで、最初ちょっと慣れるうちは慣れないまではですね、少しこう転がすように意識してもらうとやりやすいと思います。ちょっとこれ半分に切っちゃいますね。そしたら今度はろくろを持ってきて、最初のこの底になる部分ですね、これを真ん中に置きます。で最初少しずつこう中心から少しずつ押して押して押して、厚みをねなるべく均等になるようにですね、かつ土台が丸くなるように少しずつ押して潰していきます。でだいたい厚みが 1.5 センチぐらいですね、まあ、これぐらいだと思います。だいたい上平らですよね。そしたら脇の粘土をまず締めます。親指の付け根で縁の部分を押さえて、人差し指で少しずつ脇を締めていきます。でこの時もですね、一撃強くしちゃうと粘土が寄っちゃうので、どちらかというとこう、まあ、少ない力で何回も何回もやってあげると粘土がより締まりますので、まあ、これで全体的な粘土の密度を高くしてあげる感じですね。で結構こう教室で粘土締めるって何ですかって最初結構言われるんですけど、まあ、密度を高くするってことですね。割れにくくするっていうためにやっております。でちょっと丸回してみます。大体中心取れてますよね、まあ、それでもちょっと一回切っておきましょう。軽くまず線描いて、線描いたらその線を少しずつ下の方に刃を入れていきます。で今下までつきましたね。そしたらそこの部分をさらってビロビロと取りましょう。よいしょ、こんな感じですね。で今これまん丸の土台になりましたよね。で、まあ、余った粘土もったいないのでこっち足しちゃいます。よいしょ。そしたらここに紐を積んでいきます。でまず1段目ですね、先っぽ少し尖らせて、外側と外側が重なるように少し上から押さえながら、でぐるぐるっと一周回ったらブチュッと粘土切っちゃいます。で外側まずくっついていきます。外側は下の粘土を上に引っ張り上げる感じですね。この時に左手の指先でしっかり上を押さえましょうね。押さえないと粘土が浮いてきちゃいますからね。これ今つなぎ目が取れましたね。さあ今度内側行きます。内側は上から下に撫でつける感じです。で3分の1ぐらいえぐっちゃうイメージでいいですね。こんな感じですね。ちょっとつなぎ目きれいにします。よりちょっと接着を良くしますね。で結構やっぱね、1段目って接着不足になりやすいので、もうとにかくねしっかりくっつけてあげるっていうところに意識を持っていくとうまくいくと思いますね。こんな感じです。そしたら今度余った紐を組んでいきます。ちょっと長さ調整して先っぽ尖らせて、今度反対も尖らせます。でまた積んでいきますね。これも先ほどと一緒で外側がかあのはみ出ないようにですね、外側と外側が重なるように、でまたくっつけます。でこれも慣れてくるとね、なんてことなくこうさささできるようになりますんで、まあ、最初慣れるまではちょっとあれかもしれないですけど、慣れてきたらもう次に何やるかなんて考えずにこういけると思いますん でまた内側くっつけます。この時もね、指先でちょっと引っ掛けてあげる感じですね。そうするとよりくっつきますんでね。でまたちょっとつなぎ目きれいにしましょう。よし、これで OK ですね。でまあちょっと粘土残ってるんでこれもったいないので、少しちょっと長さを調整して最後一番上に積みましょう。まあ、細くすれば粘土長くなりますんでね、まあ、ちょうど1周分ぐらいになるような長さにしてあげて、でこれをまた積んでいきます。
この時足んなくなっちゃうと良くないのでね、しっかりこう一周回るようにですよ。でまたくっつけていきます。こう外側に広がってないの分かりますよね。ズドンとこう寸胴になってる感じですね。これが積む時は結構大事です。で結構ねこういきなり薄くしちゃいたくなるんですけど、薄くしちゃうとやっぱね厚みが後で均等にならないので、とりあえずねまずは積む時は積むことだけを意識しながらやっていくといいと思います。さらに今度薄くしていきます。指で挟んで薄くしますね。でこの印が一周回ってくるまではずっと同じ部分を同じ高さですね、そこを薄くしていきます。で回ってきましたね。さあちょっと上にしてまたぐるぐるぐるっと、でこれもねあっちもこっちも触るとねやっぱ厚みがまちまちになりますので、なるべくこう一周回るまでは同じ高さの厚みを揃えてあげるといいと思いますね。でちょっと両手でやります。で両手でやる時の利点はですね、粘土をこう締めれるんですね。こう詰めながら薄くできるので、それの両方の行為を一緒にできるっていうのが利点ですね。で粘土詰めてあげるとひびが入りにくいですの でこう粘土詰めないとですね、どん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 ひび入ってきますので、まあ、ひびなるべく入らないようにですね、よいしょよいしょ、これだいぶ大きくなってきましたね。そしたら今度は上の部分を粘土締めます。ここも、ね、結構忘れがちですので、人差し指と親指でつまんで反対側の親指で上を押さえてあげます。だんだん綺麗になってきますね。上が平らになってきますよね。かつ粘土の密度も高くなりますので、作品焼いた時も割れにくいですし、使う時もねチップしにくくなりますね。しっかりねこう粘土を締めるっていうことが結構大事です。見えますかね、こうこうですね、はい。そしたら今度は水をつけて伸ばしていきます。よいしょ、これは立ってやった方がやりやすいですね。でまずは全体がピカピカになるまでしっかり水つけます。で水不足になると滑らなくなりますんで、まあ、しっかり水つけましょうね、はい。それでは伸ばしていきます。時計回りで回して親指同士合わせて指先同士で触りますね。でとりあえずねいきなり力入れないで、まずはちょっと上までゆっくりゆっくりこう触ってあげるってことをやってみると比較的失敗しないと思うんですね。でいきなり力入れてこう伸ばそうとするとですね、やっぱなかなかこう最初感覚がつかみにくいので、とりあえず最初は上から下まで全部をこうまんべんなく触ってあげるってことをやってもらうといいかなと思いますね。そしたらこの力入れていきます。1段目の接着が不足ですね。下にひびが入ってきましたね。まあ、こうなると後でくっつけるのがめんどくさいので、まあ、こう皆さんこうならないようにですね、しっかりこう接着を甘くならないようにつけてあげてください。もうちょっと上に伸ばしていきます。こう手が早く動かないの分かりますかね。ほぼ止まってるみたいな感じです。勝手に下が回ってますんで、触ってる手は止めといてあげるようなイメージにすると全体が綺麗にこう均等に伸びてくれるんですよね。でこれ下がガーって回ってるのに上もガーって動かすとですね、動いてるものと動いてるものになっちゃうんで、結構ねあの形がやっぱ崩れてくるんですよね。なので下が動いてるので上の手は止めとくイメージですね。こんな感じですね。だいぶ薄くなりましたよね。ちょっとこの辺接着不足ですね。まあ皆さんこうならないようにですよ、作るときですね。で今少し伸びてきたので今度形を決めていきます。今度は少しずつ外側に押していきますね。右手を少しだけこう外側に押し出してあげる感じです。押しながらキープしてるとだん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 押してる場所が広がってきますね。で、まあ、小鉢なので、まあ、なんかこう煮物とかですね、お漬物とか入れれるぐらいの太さになるといいと思うんですよね。であとはそのどこの場所を広げるかはご自分で決めてもらっていいと思うんで、上の方を広げたいなと思えば上の方をやればいいですし、下の方を広げたいなと思えば下の方を押していけばいいので、これで全体の厚みをこう形を決めていく感じですね。今日はまあ、まっすぐストレートにしてみましょうかね。こんなもんでどうでしょうか。はい、そしたら今度は腕を切ります。ちょっとひび入ってますよね。これ切っちゃうんで特に問題ないと思います。刃先を少し当ててそのままキープですね。
だん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 刃先が入ってきますんで、よいしょ、切れたと思いますね。よいしょ。そしたら最後に皮で口を仕上げましょう。ビュンと回して人差し指上にして、この人差し指同士でこうつまんであげる感じですね。でつまんだら角を潰す感じです。だんだん角丸くなってきますよね。なんでしょうね。それでだいたい小鉢が出来上がりですよね。で最後に一番下に指の持ち手を作ります。少しこう 竹べらの先っぽで中心の方に押し込んでいく感じですね。ある程度遠く入ったら、この糸で一番下で切りましょう。で今回の小鉢作ったのは、まあ、接着不足だったっていう以外は、まあ、大体こんなもんだと思うんで、まあ、接着不足にならないようにですね、で持つ時 も結構しっかりしてますよね。こんな感じで作ってもらうといいかなと思います。それでは皆さんもやってみてください。